ピール&グレイ、ピール&グレイ。どうも、クロちゃんです。さあ、先輩です。メタロジさん2人が音楽中心にして思いについて語っていくチャンネル、こちら。イエイ。今回はディラン・グレイの魅力を語り尽くすパート2ですね。今回は第2回目ということで、アルバムに沿った歴史と楽曲の簡単な解説を紹介していきたいと思います。久しぶりにディラン・グレイです。お待たせしましたっていう感じですね。お待たせしすぎたかもしれません。パート1をご覧になってない方はパート1から見てもらえるとより楽しめると思います。この動画でも語り尽くせないディラン・グレイの魅力を僕らなりに頑張ってまとめていきます。パート1でディラン・グレイは深いって言いましたが、深さにもいろいろな深さがあると思います。魅力が深いのはもちろん、ファンの愛も深いです。作品の解釈の深さもあると思います。何より深く読み解く必要があるかなと思います。ということで、今回は歌詞の解釈やテーマについて触れるのは無粋なことだと理解しつつも、アルバムや曲についてさらに深掘りしていきたいと思います。この動画では普段ここ二人で話してる時の空気感を動画でお届けできればいいなと思っているので、あえて語っていきたいと思いますね。あーでもこうでもないってぐちゃぐちゃ考えるのって楽しくないですか？僕らもファンの人とコメント欄とかで話したいので、あなたの感想をぜひコメント欄に書いていってください。今日さんの各種は大きな魅力の一つですからね。ここ二人での意見の違いも楽しんでもらいながら、皆さんと違うと思うので、ぜひコメント欄に書いていってください。この動画がきっかけで新たな発見が生まれて、曲を聴き直したり、もっとディラン・グレイを好きになってもらえたら願ったり叶ったりですね。それではやっていこう。まずはアルバムに沿ったざっくりとした歴史を紹介していきます。まずは結成初期、1997年、トシヤ以外の4人のメンバーが在籍していた前身バンドであるラッサディーズを経て、大阪にてディラン・グレイを結成しました。同年1997年にインディーズファーストミニアルバムミサをリリース。で、タイトルのミサがなぜミサなのかについて少し考えます。これは言葉自体に宗教的な意味もあるので、独自の勝手な解釈だと思って聞いてください。ざっくり言うと、生贄と復活の見立てがテーマなんじゃないかなと思ってます。ただあくまでその見立てだと思うので、あまり宗教的な意図はこの作品自体にはなさそうだなとも思ってます。まあ俗に猟奇殺人とか言われるやつですよね。当時の VK シーン的にはこのテーマは新しかったのかもしれないなとも思ってます。ディルから影響を受けたバンドはみんなこういうニュアンスだけど、この頃の歌詞はまだラノベって感じの内容だと思ってますね。ディル的にはまだまだライトっていうことですね。まあ、ただ当時京さん21歳ってことを考えると、マジ才能豊かだなと思いますね。では1曲目、キリトマユ。2ビートが黒夢のインディー好きなどコアな当時の VK らしい楽曲ですね。すでにギターのクリーンにはこだわりを感じます。元の楽曲は惨劇の夜っていう曲が元になってます。歌詞が残酷という理由でタイトル、歌詞を変更して収録されています。主人公は無理心中しようとしたけど、自分一人だけ生き残ってしまった、一人では生きられないと後を追おうとするって話ですね。でもこの主人公はおそらく一人で死ぬことができないから、相手が死んだ後も第三の登場人物が示唆されてる気がしますね。で、シングルの輪郭でまさかのリメイクされてるんですよ。リメイクバージョンはなかなか原曲に忠実で好きですね。リメイク自体は頻繁にやるんですけど、ここまで遡ってリメイクするパターンもあるのかと驚きましたね。で、続いてが3曲目、ヘロードですね。ベースラインが印象的なアップテンポな楽曲です。これは主語が僕なので主人公は男性かなと思います。で、この歌詞の主人公がキリトマユで殺される男性と仮定すると物語性があるかなと思いますね。で、5曲目、ガーデンですね。ミッサの中で一番のキラーチューンがキャッチーな楽曲かなと思ってます。まあ、シンコペしてるから実質アニソンかなと。90年代 VK らしい曲ですね。で、6曲目、秒針ですね。ハードコアパンクみのある楽曲です。結局見た目と世界観と VK 特有の歌い方で差別化されてしまったけど、当時からこういうバックグラウンドがあったのかなという事実もあります。まあ、ハードコアパンクの要素もあったよねっていうことですね。まあ、黒夢からなのかなとも思いますよね。で、続いてが1998年、インディーズファーストシングルジェラスをリリース。壮大なピアノとパイプオルガンから始まり、そこからの加速の流れを含め、そこはかとなく X ジャパンのエッセンスを感じる楽曲です。 This is 90年代の VK って感じですね。やっぱこの頃地上のもつれ系の歌詞多いっすよね。音悪いんすよね。特にギターの音、低音の曇り具合がなんとも惜しい。まあ、2曲目と音質違うのは気のせいかな。シングル KR キューブでリメイクされているんですけど、あれはピアノバージョンっていう感じです。まあ普通にいい曲です。こっちの方がいいかも。同年1998年にインディーズセカンドシングルアイルをリリース。ジェラスにニュアンス近いアップテンポなバラード曲ですね。これも音悪いけどイントロ神なんですよね。この辺は実質初期ラルクミがあるかなと思ってます。リステージオブスクラッチーズでリマスター済みですね。浦安鉄筋家族ですよね。カップリングのトリコがディルのファンに対して使うトリコの語源らしいです。インディーズ期のこの2つのシングルはファーストアルバムには収録されていません。
続いてが1999年に、メジャーファーストアルバムガーゼをリリース。これね、タイトルになっているガーゼは包帯のガーゼですね。全体的に血とか闇属性な雰囲気にぴったりのアルバムタイトルだと思います。結構病院とかもねテーマになってるしね。ディル史上最も売れたアルバムらしいです。それこそ中2くらいの頃めっちゃ聴いたね、このアルバムね。で、今となっては一番聴かないアルバムになってしまった感じです。僕も一番聴かないかもしれないですね。とはいえディル・アングレイのセンスが光る作品であることは間違いないなと。で、センスも光ってるしコンセプトはしっかりしてるけど、正直音楽的にはまだまだ発展途上だなと思いますね。ホラー要素もあるものの、後の作品の恐怖に比べたらこれまたまだライトといった感想ですね。歌詞は結構えぐいけど、大人えぐみで言ったら青年誌じゃなくてまだギリ少年誌って感じですね。ヤンジャンじゃなくてジャンプっていう感じ。発展途上というより90年代当時の VKC のトレンドにまだ引っ張られている感がなきにしもあらずだと思ってます。異質な存在っちゃ異質な存在で間違いないんですけど、まだ孤高のオリジナリティとか唯一無二っていう感じではないんですよね。ただならぬセンスは感じるんですけど、良くも悪くも古き良き VK のスタイルであると思います。でもセールス的に伸びたこともあってか、逆にこの頃のディル・アングレイしか知らない人って結構上の世代だといらっしゃるかなっていうイメージがあって、最近のアルバムもいいですよ、聞いてとも思うんですけど、その後のねディル・アングレイの作品ってあまりにも別バンドだからな、結構難しいかなと思いますね。アルバム全体のサウンドプロダクションはめちゃめちゃいいアルバムです。単純な音のまとまりという観点だと全作品の中で音質一番いいんじゃないかなとも思ったりもしますね。特にドラムのバランスは一番良いです。しっかり全部の太鼓の音がばらけて聞こえますし、そして全体的にベースラインは暴れん坊で、しかも音もでかいですね。まあこれも VK 特有の音作りかなっていう、揺らめき、刑事、予感、残、悪路の丘がX の YOSHIKI さんがアレンジしているって感じですよね。で、この段階ではまだ完全なセルフプロデュースではないです。では2曲目から、シュバインの椅子ですね。ヘビー猟奇ナンバーっすよね。今考えるとめちゃくちゃ遊びが多い曲です。インダストリアルだったりポエトリーだったり、新しいことをやってるなっていう印象ですね。まあリフはチューニング下げたら映えそうだから、そのうちリメイクされそうだなとは思ってます。でシュバインはドイツ語で豚ですね。結構なんかソーセージの名前とかに、ね、ついてる。で3曲目、ユラメキですね。インディ好きのシングルからの流れを組むアップテンポバラード曲ですね。なぜかユラメキだけめちゃくちゃ音悪いの気になるんですよね。これ多分なんですけど、ハイハットの音が他の楽曲と音質違うからそう感じたんじゃないですか。おー、なるほどね。でね、この曲だけで、ね、なぜかねドラムのパン、ドラムの音の位置っつったらいいのかな、うん、それがね他の曲と違ったりするんですよ。曲によって違うのも割と謎のアルバムではありますね。まあ、シングルとアルバム曲っていう意味なのかもしれないですけど、うん、このアルバムだと予感はドラム叩いている側のパン、つまりハイハットが左耳でライドが右耳なんですけど、揺らめきはライブを見た時のパンですね。つまりハイハットが右耳でライドが左耳なんですよ。はぁ、まあ、そういうところの違いもあるんじゃないかなと思ったりもしますね。なるほどね。結構印象変わるんで。そうだね。地味に打ち込みのビートが入るのはナイスアレンジだと思ってます。で、4曲目。レゾンデートルですね。存在理由って意味ですね。インダストリアルな雰囲気がある曲かなと思ってます。この段階ですでにインダストリアル要素が入ってるのねっていうのが、おとぎがゆえに僕は結構イントロから結構グッと掴まれる印象がある曲ですね。で、5曲目。304号室白紙の桜ですね。他の曲に比べてドロッとしていて血を這うようなグルーヴがある曲です。個人的には結構好きな曲ですね。わかります。ファンの間でも人気曲らしいですね。綾辻ゆきとの作品の中に409号室の患者って作品があって、個人的には謎にそれとリンクするものがあって印象に残ってる曲ですね。それとやっぱり情景浮かぶ歌詞なのがこの曲は好きなところかなと思います。あとは結構ギターのカッティングがいい味出してるなと、サビのメロディーもね耳に残りますしね。で6曲目、刑事ですね。オルゴール怖いよね。オルゴール怖いっすね。オルゴールってその後使ってましたっけね、ディル・アングレ。使ってないんじゃないかね。ちょっと今パッと出てこないんですけど、なかったと思うんすよね。ホラーだからもっと使えばいいんじゃないかなと思ったりもします。もはや SE もよく聞く音は使わなくなっていくから、まあそういうことなのかもしれないよね。ベースソロが残る曲ですよね。サビで珍しく普通の8ビートが聴ける曲でもあります。それにしてもディル・アングレイの表現する母とは一体何なんでしょうね。絶対的存在とか愛情そのものの具現化というか、まあ証人だったり、まあ答えは出ないですけど。で7曲目、罪と罰ですね。シュバインの椅子と並ぶヘビー猟奇チューンですね。 CD では文字が反転してて蜜と唾なんですけど、それを 逆になってて罪と罰って読ませるみたいな感じですよね。逆文字ですね。まあ、タイトルからして言葉遊びが練られてるかなと。バラバラにしてみようとかね。そうね。実はこの曲の終わりに入ってるスクリームにビブラートを加える箇所法が10年後ぐらいにホイッスルのバリエーションとして出てくる原型かなと思ってます。
そうそうそう。ベストアルバムバージョンで罪と規制というリメイクがあるんですけど、あれはめちゃくちゃドゥームな別曲となってます。で8曲目マゾヒスト・オブ・デカダンスですね。9分超えの長尺曲です。インド的な雰囲気から始まる長尺曲ですね。ポエトリーリーディングもあって、まあ、もはや BGM 的な曲かなと、まあ、正直ドカするのはなかなかきついっていう。最新アルバムファラリスで短く5分50秒ぐらいになってリメイクされました。ファラリスバージョンはバカ重くて、これまたドゥームで相当良いですね。で9曲目予感ですね。爽やかポップな有名曲ですね。これサブスク音いいよね。そうですね。ドラムは基本的にシンプルなリズム構成なんですけど、まあまあアタオカです。特に A メロのリズムパターンやばいですね。まあ、キラキラしたギターもいいですよね。まあ京さんの言葉遊びにも結構センスが光ってるかなと思います。この爽やかポップさからは想像できないんですけど、一説によるとミルウォーキーの食人鬼ジェフリー・ダーマーがストーリーの主人公だという考察がありました。この考察すごいよな。なるほどねって感じですよね。うん。全くもってチャラ男の恋愛物語ではないと。ジェフリー・ダーマーだから18人目なんだなっていう。18人目がね、ミスになって逮捕されるからね。ちなみにネットフリックスのドラマ良かったっすよ。で11曲目3ですね。アルバム後半のヘビーな高速ナンバー第1弾って感じですよね。シングルではリリースしてはダメそうな曲だよね。どんな時代だっていうね。そもそもディラン・グレイってシングルに対してそれほど重要視していない気がするバンドなんですよね。絶対アルバムでシングル曲もリテイクやリミックスしてアレンジを変えてきますし、結構よくインタビューとかでも言ってるんですけど、最近のディラン・グレイこんな感じですよっていう名刺代わりにシングルを出すって言ってたんで、うん、あとは MV が狂気のセンスですよね。これも近藤博之監督が手掛けてる作品です。90年代のバンドブームイコール V 系だから何でも許されたんですかね。わかんないですけど、一応当時の規制ギリギリを攻めたらしいですよね。現在のコンプラ的には多分ギリアウトっていうところですね。2ビートでひたすら突っ込む感じとかはそれこそインディーズキーのミサに代表されるクレーム的なニュアンスを感じるんですけど、1分58秒からの不協和音ギターとエフェクトのかけ方が大きな収穫だったなと思ってます。今後の作品でもああいうギターたくさん使用されてきますからね。そして漢字1文字も今後たくさん出てきます。ハゲ闇のカップリングにザンとして新たに再構築した曲が収録されてますね。個人的には再録のボーカル落としブレイクダウンがある方が好きです。で12曲目アクロの丘ですね。今後の作品に重要になっていく数々の名曲バラードの片鱗が見える曲かなと思ってます。この時点でメロディーセンスがとても光ってるかなと。普通にいい曲だよね。そうですね。ちなみにギリシャのアクロポリスのアクロだとしたら意味は頂上という意味ですね。 MV もアクロポリスみたいだったから割と信憑性あるかなと思います。で続いての時代過渡期ですね。2000年にセカンドアルバムマカブラをリリース。たまたま入ってる。あ、そう、ちゃんとね。そう、鈴みたいなね。アルバムタイトルの意味は、フランス語で死を連想させる不気味な、ゾッとするという形容詞ですね。特筆すべきは、ディラン・グレイの核となるワホラーの要素は、マカブラから色濃くなっていくということですね。まあ、民族要素もこの時期からありましたね。民族要素はワールドミュージック的なアプローチなんですけど、ディラン・グレイが民族要素を取り入れると、まあ、独自の雰囲気、まあ、和風になるかなと思ってます。まあ、音階は中東とかエジプトだったりするんですけど、なぜか全て和に集約されるんですよね。それほど音楽的な個性が強いっていうことなのかなとも思ってます。何かを取り入れても結局ディラン・グレイのままっていうところですね。追加要素に本来の本質が食われることはなく進化していきます。脈と KR キューブを除いて、これ以降セルフプロデュースとなった作品でもあります。やりたいことをやるに舵を切ってすぐにセカンドアルバムにして、この完成度の高さ、ちょっとソースが思い出せないんですけど、メンバーの誰か確かカオルさんがこの時期の大幅な路線変更について、このままの音楽性じゃバンドがダメになってしまう的な発言をしていた記憶がありますね。雑誌のインタビューとかまで探したんですけど、ソース見つけられなかったので、どなたかご存知の方はコメントで教えてください。ともあれガーゼからガラッと音楽性が変わったのは明確ですよね。マカブラはですね、聞いた当初ね、あんまり刺さらなかったんですけどね、今更いいんですよね。結構だるい感じのミドルテンポの曲が多いから、キッズの頃は全然刺さんなかったと思うんだけど、まあ、ジャケもいいよね。我々はエンブレムとかこのマンダラみたいな模様とか大好きですからね。実はアーキテクツですね。実質ね。僕はね、マカブラ初見からビビッと来たんですよね、うん、前回のパート1でも言いましたけど、僕が中学生で一番最初に聞いたディルのアルバムがマカブラです。当時レンタルショップで借りて MD に焼いて聞いてましたね。では1曲目からディエティですね。暗黒魔術儀式曲ですね。いやもうね、ここから神なんて。このイントロ超かっこよくない？やっぱ、うん、僕も超好きなんですよね、うん、めっちゃ怖くて最高ですよね、うん。
サイレンの方針越え化的な要素ありますよね。あるある。で、後半入る歌メロは、ハンガリー舞曲の第5番からの引用らしいんですけど、これもね、なぜか和風に感じるのは僕だけでしょうか。僕も感じますね。うん。和ですよ。ディ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 。そうで、2曲目。脈ですね。サビでガラッと VK らしいメロディーが入るあたりが、ガーゼからの流れの曲かなと思ってます。テーマもまた生まれる生まれない系で、ガーゼからの流れを感じますね。なぜかアルバムの中にしっかり溶け込んでて違和感のない曲になってますね。違和感がないのは、サビの裏のアルペジオが他の曲とも共通だからな気がしますね。錯乱状態タイプ A がパワーワードすぎますね。父さんのワードセンスがね、発揮されてるよね。ベースラインもめっちゃいいですね。うん、そしてセカンドアルバムの2曲目にしてドラムが限界突破に難しいです。変拍子です。曲自体のテーマと MV もカニバリズムらしいですね。おうおう。で、3曲目。わけですね。理由と書いてわけです。シンプルなロックチューンですよね。まあ、これをこれって感じなんですよね。僕はこれ隠れて神曲だと思ってるんですよ。まあ、ボーカルのメロディーがなんせいい。出だしからしていい。で、シングルカットが検討されたのも納得のクオリティですね。で、歌詞自体が日記形式でストーリーテリングされていく感じもすごく良くて、こんな歌詞もありなんだなって感動した覚えがあります。8月6日ね。そしてとても文学的でいつまでも愛せる曲です。結構原曲に忠実なリメイク版が The Insulated World の限定版に入ってます。これはね、原曲の方が圧倒的に好きですね。僕もですね。これはね、マカブラバージョン聞き慣れすぎているのが原因かもしれないです。こいつと歌い回し方がマカブラバージョンの方が好きですね。で、5曲目。ハイドラですね。インダストリアル要素満載のヘビーチューンです。僕好みのデジタライズ具合ですね。この曲の電子音が僕の好みのルーツとして形成された原因かもしれないレベルで好きですね。賛美歌パートも含めセカンドにして実験的すぎます。リメイク版ハイドラ666はメタルを掘り進めた今ではあまり聞かないけど、あれはあれでリルらしくてまあいいかなと。まあ完全に別曲ですけどね。で、6曲目。ホタルビですね。和風情緒満載のバラード曲です。これも隠れた名曲だと思ってます。ぶっちゃけ僕この曲昔飛ばしてましたね。バイオリンが最高っすよね。で、タイトル歌詞そしてサウンドが和風味全開ですね。資源者の尺状みたいな音がアクセントとして入っていて、シャーンとさらに和風味を増していると思います。この曲も情景浮かぶ曲ですよね。夏の終わりの夜なんだよな。うん、わかる。VK 独特のメロディーも絶妙にマッチしてますよね。まあ、特攻隊の話だと思うんですけど、まあ、歌詞悲しすぎるよね。ビル・アングレイが書く不条理の一つだと思ってます。ホタルイコール、儚い命イコール、魂イコール、火っていう具合でリンクしますよね。うん。で、7曲目。KR キューブですね。これ KR はくるりっていう意味らしいですね。らしいですね。うん。で、ワーかけるサイパティックな不思議な曲ですよね。裏打ちダンスビートが謎のグルーヴ感を出してますね。リフトベースワークも謎っていう、まあ、この曲 B メロでもドラムロールが入るんですよね。別段好きな曲ではないけど、シングル版のイントロがめっちゃ怖い思い出がある。まあまあ怖っ。僕はめっちゃ好きな曲ですね。よく中学の下校中に B メロ歌って帰った思い出があります。昔からよく歌っちゃうんですよね。この曲のサビは B メロだと思ってます。歌メロと歌詞は超和風なんですけど、バックサウンドは近未来サイバーパンクなんで、実質ゴーストワイヤー東京ですね。この歌詞に登場する鬼はめっちゃ般若の面のイメージありますね。めっちゃある。こうやって待ってそうだもん。で、8曲目。ベリーですね。この曲のサビ今更聞くとめっちゃポップパンクなんですよね。サビ入ってからのギャップがいいですよね。うん。めっちゃ好きな曲ですね、僕は。まあ、ストーリーは虐待されてた子供が親を銃でぶっ放すって感じで重ためだけどね。逆にサウンドはポップという。なんかこの曲、サイレントヒルのエディをやっぱり思い出しちゃうんですよね。この BPM の2ビートに超ポップなコードっていう絡み方は地味に他のバンドでもあまり聞いたことないです。感想の夫婦喧嘩と怯える子供の声のパートはアラビアンな雰囲気と歌詞は英語なんですけど、これもなぜかよその国感がないんですよね。うん。2ビートと感想の間抜けさはあえて狙ってそうです。で、9曲目。マカブラ、サナギの夢はアゲハの羽ですね。長尺陰鬱プログレナンバーですね。この曲も今更再評価してるんですよね。昔は 100% 飛ばしてましたもんね。わかります。長えし、ダリーなと思ってました。昔は。今はね、マカブラの中だと一番聴く楽曲かもしれないですね。まあ20代前半で作れる曲じゃないよね。まあ天才かって。音楽的に成熟しすぎてますよね。うん、で、カオルペジオが5種盛りです。もっとアルペジオあったかもしれないんですけど、たくさん聴けて嬉しいです。アルペジオはほんと最高に美しいね。前半2分40秒からのアルペジオは最高傑作のアルペジオだと思います。後半でこのアルペジオの変形のおかわりが来ます。で、4分16秒からの怪しいアルペジオもいいですよね。イントロからタム回しビート炸裂してますね。民族的な雰囲気とタム回しビートはディルに限らず基本的に相性抜群なんでね。で、途中のジルっていう楽器みたいなバイオンの金物、コーンってやつね。
もう仏味があっていいんですよね。歌詞も若い女の子を食べちゃう悪い大人みたいな感じで、まあ比喩も素敵かなと思って、まあ、この手の曲のメタさは本当好きなんですよね。メタファーの方ですね。メタファーの方ね。で、主人公が虫で、被害者と加害者の食物連鎖、さらには生命の輪廻的なものも主題として感じるし、この多義性はまさに芸術だと思います。調査の五感センスも発揮されてますよね。エスカルゴとかフォアグラって五感的にグロテスクですもんね。ここら辺の言葉選びのセンスは脱帽土下座レベルです。サナギの中って溶けてぐちゃぐちゃらしいし、一つになるメタモルフォーゼ的なニュアンスも全体的に散りばめられてますよね。ジ・アンラベリングの完全生産限定版に収録されたリメイクバージョンも良きですね。まあ、原曲が最高だからね。で、続いて10曲目。オードリーですね。大人な雰囲気のしっとりとしたロックチューンですね。絶対第3の曲だなと思ったらやっぱりそうでした。つちゃ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 。こういうクランチな枯れたロックナンバーもできるのがディルの強みだなと思ってます。それにしても、A メロからして歌メロが良すぎますね。この曲も珍しくドラムのリズムパターンが普通めな8ビートを使ってます。ギターのこれはチョーキングとハーモニクスなのかな。サビに入る前のディリリティーリリーが渋すぎますね。で、11曲目。羅刹国ですね。ディラン・グレイお決まりのアルバム後半の高速ヘビーナンバーですね。これはね、めっちゃ好きでしたね、僕。それこそ今はあまり聴かない曲になってしまったんですけど、キョンさんのね、スクリーム服がいいんですよ。カイデーのところね。こういう喉に負担なりそうなスクリームの仕方しなくなったから、ちょっと悲しい感じもあるんですけど。ギターリフのスライド音が残ってるのが逆にいいです。ギョワギョワ言ってて、いいエフェクトになってると思います。リフ自体も独特のリフセンスだなと思いますね。キョンさんのセリフ調のポエトリーリーディングってかっこいいよね。うん。ライブでの定番曲っていうこともあり、この曲もリメイクされてますね。リメイクバージョンはお興味が増してます。ただカイリーのスクリーム服がなくなってしまって悲しみを感じるっていう。で、12曲目。ザクロですね。ディラン・グレイの美しくも儚い世界観を堪能できる一曲だと思ってます。この曲のアイデアの片鱗が今もなお残ってるのが驚きで、普通にウィザーとかマロあたりに入っていても全然おかしくないですよね。アコギのメロディーが現在のディルに通じるものがあると思ってます。女性目線の歌詞ですよね。うん。ザクロがグロテスクだという感性にも感服いたします。ベリーもそうなんですけど、ザクロも割れた頭みたいですもんね。まあ、ザクロってもともと騎士母人みたいなのがあるからね。そのイメージのせいか、どことなくわけに物語的に繋がりそうな曲だと勝手に僕は思ってますね。あと午前4時半とか具体性のある歌詞もわけに繋げがち。まあ、飛び降りて避けた頭がザクロだったみたいな。そう、ね、イメージの連続性ありますよね。あるね。灰になると灰になるが言葉遊びになってるかなと思います。で、13曲目。太陽の青ですね。爽やか明るめだけど悲しいバラード曲です。個人的にめちゃくちゃ好きな曲ですね。僕もめちゃめちゃ好きですね。てか、カラパイは本当にこの曲好きよな。あの、ディル・アン・グレイの曲で唯一カラオケで歌う曲だね。歌えるというか。寺町で偶然会うんだ。全体的に暗い作風の最後に希望が見えるって内容なのもいいかなと思ってます。それにしてもサビのリズムがドラムロールというエクスペリメンタル具合。バラード曲でも実験するディル・アン・グレイさんいますね。しかもドラムロールの種類も3つとかでかなりパターンを変えてきてますね。ギターソロ明けにビーチ感ぶち込むセンスも素晴らしいなと思います。まあ、ギターソロもね、そういう感じあるもんね。うん。リリリリリ、この曲こそエモいと言っていいかなと思うんですよね。まあ、緑舞おうとするのが日本人的感性というか、いいアルペジオだらけだなと思ったり、やはりカオルさんの曲だったね。で、続いて2001年にシングル Ain't Afraid to Die をリリース。まあ、神バラードっすよね。てか、ディル・アン・グレイのバラードは大体神だよね。ディルのファンで、こういうバラード嫌いな人って多分いないんじゃないかなって思ってます。うん、ピアノも神ですし、ジョー・久石とか、坂本龍一さん的でいいですよね。うん、なんか、マカブラの世界観の完結の曲らしいですね。死別の曲なのかなって思ってるんですけどね。MV でお花添えてるじゃん。ヴァンパイア的なね。そう。で、聖歌隊の子供みたいな声入ってるせいか、まあ、個人的にはクリスマス感もあるんですけど、たまにアルバムに入らないシングルがあるのもディラン・グレイの面白いポイントですよね。最近だとワールド・オブ・マーシーが同じような扱いだったかなと思います。Ain't Afraid to Die なんですけど、パラディスの限定版でリメイクされてましたね。あれもあれで良かったですね。で、続いて2002年にサードアルバム、奇想をリリース。アルバムタイトルに関しては、鬼が赤いイメージで、層が青いイメージ。まあ、その二つが合わさった感じがしたって、京さんが言ってましたね。まあ、和と狂気と死って感じだから、曲とアルバム全体のコンセプトのイメージとは合ってるのかなと思ってます。あとは、曲が奇岩っていう曲で始まって、真相で終わるので、まあ、そういう結びみたいなのもあるかなと思いますね。起承転結的なね。ジャケットの漢字ロゴかっこよすぎますよね。これめっちゃかっこいいよね。うん。で、リングの呪いのビデオの障子窓みたいなのが映ってると。個人的には
当時から今に至るまでいまいち刺さらないアルバムとなっております。これは僕も同じですね。刺さってないですね。なんかね、この曲の完成度もしっかりなんだけど、まあ、歌詞もこういう胸クソ系というかあんまり好きじゃないんですよね。メッセージ性薄いなって思っちゃいましたね。キョンさんもアルバムの歌詞について特に言いたいこともないと言っているらしいですね、うん、メッセージ性はそういう意味でも確かに薄いのかもしれないです。エログルナンセンス的なコンセプトは感じるんですけど、この年で聞くと下ネタ系の歌詞はなかなかきついものがあって、あえてなんでしょうけど露骨で直接的なのでもうちょっと隠されてる陰微さが好みですね。見えそうで見えないってやつですそうですね。サウンド面では面白い試みが結構多数あって、まあ、完成度的にも、まあ、模索期過渡期で進化の途中段階だったのかなと考えてます。アルバムとしての世界観のパワーもちょっと弱い気しますよね、うん、ジェシカがひょっこり入ってたりしますし。そうだね。エンブリオとか今まで通りにどぎついのもあるっちゃあるんですけどね。ある意味コンセプトに合わせたということなのかもしれないけど、まあ、今作ぐらいから増え出したキョウさんの鼻声ボイスの煽り成分マシマシの歌い方がすげえ苦手なんですよ。ただ歌詞と歌唱法は置いておいて、ボーカルのメロディセンスはピカイチだと思います。これは奇想に限ったことではないんですけど、シングルじゃない曲でも素晴らしいフックがあったり、隠れた名曲が数多く存在するアルバムではあるかなと思ってます。あとは面白い点としては、マカブラから確認できていたインダストリアル要素が楽曲へ色濃く反映されてるってことですね。機械的な電子音もたくさん入っていて、具体的には通常の生ドラムと打ち込みのドラムを重ねたりとか、生ドラムで機械的なビートを叩いたり、インダストリアルなアプローチが随所で耳を引きますね。では1曲目から。奇岩ですね。陽気高めの不思議曲ですね。リメイク版もあるけど、どっちか好きかっていうのは難しいですかね。イントロのディレイがかかったリフのループ感が好きだったので、リメイク版はディレイ味がないんですよ。テンツ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 。そうそうそう。サビに当たる部分の四字熟語のワードチョイスはともかく、絡み方はすごい斬新でいいかなと思ってます。そしてこの曲もドラムロールが効果的に入ってますね。インサレイテッドワールドに入ってるリメイクはダウンチューニングの弊害か、まあ、冷圧が消えてしまいましたよね。完全に消失で2曲目ゾンボイドですね。謎のタイム感とリフセンスが光るヘビーナンバーだと思ってます。昔のライブでカオルさんは弦を回すようなピッキングしてましたね。もうやめたっぽいですけどね、ピッキング。前日の通り鼻声とエログロで今となってはすごい苦手な曲になってしまいましたね。で3曲目24シリンダーですね。インディーロック感あふれる隠れた名曲だなと思ってます。この曲も第3作曲なんですね。僕は本当第3曲好きなんだなと再確認しましたシングルレベルでメロディーがしっかりしてる楽曲だなと思ってます。ジェシカのカップリングだったのでシングル並みに歌メロがいいのも納得しますよね。タイトルの意味は時間に関連しているとのことです。ミドルテンポな楽曲と泣き的なアルペジオが諦めあるんですよね。アキラは大友克洋のアキラではなく、サイレントヒルの音楽クリエイターとして有名な山岡明さんですね。我らが時間の関係で深くは取り上げられないんですけど、このアルバムの SE 曲はなかなかにサイレントヒルみありますよね、うん、で4曲目フィルスですね。曲展開が面白い曲かなと思ってます。インダストリアルな打ち込みと変則的なドラムが絡んで、まあ、ザクザクしたリフから始まって不気味なフィードバックの A メロを経てサビのガラッと変わる感が、まあ、好きですかね。後半のアルペジオもいいですよね。でアウトロの効果音が怖いっていう。で5曲目ボトムオブザベスパレーですね。ベースが印象的なアトモスフェリックバラードですね。隠れた名曲かつ人気曲なイメージがあります。印象的なベースラインから始まりますよね。トシヤさんのスライド職人具合が確認できるベースフレーズですね。感想のブルージーなソロもおしゃれです。ヘビーな展開になる曲はヘビーにならない方が好きだっていうパターンもあるけど、この曲は僕的にはヘビーになるのがいい展開かなと思ってます。僕は結構ねヘビーになるの苦手なんですよね。スクリームもいらないなと思ってます。この曲もシングルクオリティで歌メロ強いですよね。ジ・アンラベリングにリメイクバージョンが存在します。で6曲目エンブリオですね。この時代にして謎のチルさと浮遊感に満ちた楽曲ですね。時代を考えるとすごい実験的な曲だなって思ってます。ポエトリーリーディングの完成形というか一つの到達点だとも思うし、このアルバムの核な気がしますね。ベースが全体の音のど真ん中にいて、ベースの使い方がもはやヒップホップのトラックのような使用方法です。というかヒップホップトラックと語りっていう雰囲気が曲自体にありますよね。この曲も女性目線シリーズですね。歌詞はご自身で見てください。実はシングル版に規制が入ったためにアルバム版と歌詞が全然違くなってます、うん、シングル版は歌い回しもちょっと違くてラップ的な雰囲気がありますね。さらにタイトルの意味が胎児なので、もう大体お察しでしょっていう感じですね。察してください。ディラン・グレイの母と生まれる生まれない系の話ですよね、うん、でボトム・オブ・デス・バレーの次に来てるのと MV で車が落ちる描写があることから、5曲目6曲目にストーリーの連続性を感じますね。考えすぎかもしれないですけど曲のテーマも近しいと思っています。ガーゼの時期にもあったことですが、シングルリリースの際に規制に関して
まあ、京さん相当慣れたらしいですね。今後さらに過激な表現で規制と戦っていくことになるんですが、こういうエピソードが積み重なったことがきっかけなんだなと思います。事実は小説よりも奇なりと言いますが、現実で起こることって、フィクションよりなかなかね、ブルータルですからね、実際。ディラン・グレイが表現するリアリティっていうものに繋がっていくのかなと思ってます。で、続いてが8曲目。逆上堪能ケロイドミルクですね。声に出して読みたい日本語。怪しいギターと機械的なアレンジの意欲作だと思ってます。タイトルは語呂の良さからの採用なのではないかなと思ってるんですけど、ケロイドミルクは海と解釈してますね。この曲も終始インダストリアルな打ち込みがドラムに重なっていますね。そしてこの曲もサビのメロディーがめちゃ強です。フィレスのカップリング曲だったので歌メロ強しですね、うん、全体的に音を詰め込まないで音をあえて抜いてるスカスカ感が逆にいい曲です。サビ終わりの不協和音だけ残る展開好きですね。ドゥンドゥンデーンってリフが実質メタルコアで、サビの歌メロが良いので個人的にファルセットじゃなかったらもっと好きであったであろう楽曲です。で、9曲目、ザ・ドメスティック・ファッカー・ファミリーですね。どことなくマットカプセルマーケッツ感のあるヘビーチューンですね。マット感はベースのゴリゴリ感とちょっとしたデジタライズがニュアンスが近いかなってところなんですけど、これもやはりニュアンス程度の影響かなと思ってます。最近オボロでリメイクされましたが、メタル的にはリメイク版が絶対かっこいいんですけど、原曲のデジタルヘビーロックな感じも捨てがたい。これ決めらんないですね。で、10曲目、アンディサイデッドですね。アコギの良さが光る一曲です。個人的にはホタルビのアップデート感のある曲だと思ってます。ただホタルビの作曲者は深夜さんで、アンディサイデッドは第3なんですよね。うん、僕の基礎の推し曲ですね。京さんのウィスパーが入る曲だと思ってます。中盤のアコギのソロギター良すぎだろって。グラススキンのアコースティックバージョンはめちゃくちゃいいですよね。で、11曲目、虫ですね。隠れた神曲、神バラードですね。終始アコースティック、まあおじさんになるとこういうの好きになるんだなっていう。この曲は虫にゆっくりと白骨化させられる死体のイメージが脳裏に浮かびますね。それがサビ入りでスーパー倍速再生されるんだよな。あのってこう、よくキノコの成長とかにさ、ネイチャーなんとかみたいな番組である映像ですね。ってやつね。そう、あのイメージめっちゃあるんですよね。うん、圧倒的なメロディーの豊かさありますよね。歌入りからすでに良くて、感情もすごいこもってるし、もはや泣いてるみたいな声色です、うん。生まれ変わるのところのガナイもいいですよね。変わるで。歌詞の内容も当時の京さんの内面っぽくていいかなと思ってて、まあ、歌詞は全体的に好きなんですけど、まあ、絶望感があるんですよね。白紙っていう言葉遊びも素晴らしいセンスだと思ってます。うん、白紙って結構京さん好きっすよね。好きだね。で、13曲目、ジェシカですね。 R2 コアとかたまにある底抜けに明るい直球パンクな曲です。めっちゃ好きなんですけど、アルバムコンセプトっていう観点だと浮いてる曲ですよね。うん、太陽の青も浮き気味ではあったんですけど、太陽の青はアルバムの一番最後に来てることもあって全然違和感なかったんですよね。歌詞からもパンキッシュさがにじみ出てますよね。シドとナンシ出てくるからね。リズム構成もディラン・グレイにしてはシンプルなんですけど、それでも普通の王道メロコア2ビートではないというこだわり具合がありますね。ドッタータドッタータじゃないんですよ、うん、実は聞こえないですけどね。で、14曲目、カラスですね。浮遊感のある実験的な曲ですね。まあ、ギターの怪しさとボーカルの生々しさ、身体性みたいなと機械的なリズムの構成っていうのが基礎の色だと思ってます。これも歌詞と激しくヘビーになる曲展開以外はすごい好きな曲なんですね。ずっと怪しく静かな雰囲気で行ってほしいという勝手な望みがあります。イントロから鳴っている印象的な音は電子音かと思いきや実はタッピングらしいですね。ジ・アンラベリングでリメイクされてます。歌詞の最後の部分が特に僕も苦手な部分なんですけど、リメイクバージョンではしっかり変えられてましたね。で、15曲目、ピンクキラーですね。恒例の高速ヘビーナンバーですね。全体的に落ち着いていて大人びた印象のアルバムだけど、ディラン・グレイって後半に絶対破壊的高速ナンバー入れてくるよね。キッズサービスというか、ディラン・グレイの激しい曲好きな人へのサービスが毎回あるっていう。で、リフが結構面白くて恋だと思うんですけど、サウンドプロダクション的に音割れさせてるんですよね、うん、ドラムの音は特に音割れしてますね。すごいよね。うん、あしばしばしばしってそして B メロのドラムロールですね。ゾンボイドとかもそうなんですけど、この曲の京さんのスクリームとまでもいかないメロディー感の残ったがなり方はめっちゃ好きなんですよね。はい、いかがだったでしょうか。でしょうか。今回の余談コーナーなんですけど、パート1のコメントにあったことなんですが、魅力としてライブバンドという形容をしなかった理由ですね。察してほしいんですけど、あえて言います。昔数回ライブに行ったけど、総合的なパフォーマンス、主に演奏力について感動したことが正直ディラン・グレイに対してはなくて、これはたまたま外れのライブを弾いただけなのかもしれないですけどね。でも僕も同じように別日に見に行ってて感動したことないんでライブでの演奏力に感動したのはごくごく最近のこと
ことなので僕らとしてはライブバンドとは言えないなっていうところで言わなかった感じですね。特に最近のライブ映像でやばかったなと思ったのが The Final Days of Studio Coast がめちゃくちゃやばかったです。めちゃうまかったね。まあ映像見ただけなんですけど我々はブーンって鳥肌立ちましたね。今こそすげー生で見てみたいよね。ついに演奏力が楽曲に追いついたかっていう印象でしたね。ステージングとかライブで感情が爆発してたりとか映像や舞台演出が別の表現としてすごいのは理解してるんですけど、根幹になる演奏力が超大事だなって僕らは思っていて、正直フェスで初見のメタルファンを獲得できなかったこととメタルファンとの溝があったのは、まあ、長い間これが原因だったのかなって思ってます。まあ演奏力の部分ですよね。うん。まあメタルバンドって演奏力があって当たり前なんですよね。まあといってもメタルの若手バンドも昔は演奏力なかったことも、まあ、僕らライブで見て実感として多かったし、まあ特にメタルがどうのって話でもないんですけどね。では次回パート3はディル・アングレイのヘビー化が始まるシックスアグリーからです。お楽しみに。我々のチャンネルもまだまだ小さいんですけど音楽の偉大さや素晴らしさをもっと皆さんに伝えられるチャンネルにしていきたいと思ってますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。ついでに僕が経営するバーリフレインもよろしくね。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。せーの、グッバーイ。